はい、こんばんは。トリプル S が世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、テレビでカウントダウン TV が放送されていたんですけど、今日は、人気、K-POP 女性アイドルグループ、まあ新人女性 K-POP アイドルグループ、トリプル S が日本の音楽番組に初登場して、日本デビュー曲、ワンタイトルを、まあ、フルサイズでテレビ初披露したってことで話題になってますね。で、この曲を聴いて思ったのは、いや、トリプル S ね、最高だなと思いましたね。はい。まあ、というのも、トリプル S って、まあ、今日ね、初めてテレビで知ったんですけど、まあ、これはね、まあ、かなりね、まあ、レベルが高いグループだなと思いましたね。はい。まあ、で、そのウィキペディア見たんですけど、韓国の人は、17人で、日本人が4人と、ベトナム人が1人と、中国人が1人、タイ国籍の人は1人ということで、24人もいるんですね。はい。まあ、ということで、まあ、24人もいるね。でもなんかこの CDTV のこの広告見る感じだと、まあ、なんか1、2、3、4、5、6、7人しかいないですね。まあいいんですけど、まあそれはさておきね、まあ、今日のこのね、まあ、トリプル S のパフォーマンスを見て思ったんですけど、やはりその韓国本土のその K-POP グループだけあって、まあ、非常にね、まあ、レベルが高い、まあ、ダンスと、まあ、歌唱力を誇っているなと思いましたね。はい。トリプル S なんですけどね、はい、英国だって 本当にね、まあ、レベルが高いし、なんだろう、やっぱ歌もね、ダンスもやっぱり K-POP ということでね、まあ、非常にレベルが高いと思ったんで、はい、いや本当にね、最高だなと思いましたね。はい。で、今日のカウントダウン TV やと、誰だっけ、女だとそのリトルグリーンモンスターとかミーアイとかも出てたんですけど、まあ、それらのグループと比べても、まあ、トリプル S がね、まあ、特にね、秀でていたなと思いましたね。はい。まあ、それぐらいね、まあ、非常に優れたパフォーマンスだったなと思いましたね。はい。で、まだね、ちょっと本当に誰だかわかんないですけど、まあ、特に可愛いのはね、ソ・ダヒョンさんって子ですかね。まあ、ちょっと顔がね、ちょっと一致しないんですけど、まあ、多分この人が可愛いなと思いましたね。はい。そう、ルイシー。まあ、ということで、まあ、本当にね、可愛かったんで、いや、本当に最高だなと思いましたね。はい。まあ、ということで、まあ、今日のね、まあ、トリプル S のパフォーマンスだったんですけど、まあ、非常にね、優れたパフォーマンスだったんで、またね、カウントダウン TV なり、M ステに出るなりね、再びね、彼女たちのパフォーマンスを見たいなと思いましたね。はい、いや本当に最高でした。はい。